バット・バツマルはサンリオでデザインされたキャラクター。サンリオキャラクターとしては珍しい悪役キャラクターである。キャラクターグッズ等ではと表記されていることもある。日本のみならず世界中に進出しており、中でも北米や台湾で人気が高い。1992年にキャラクター開発。1993年にサンリオ初の悪役キャラクターとして登場。 同年6月からグッズ販売を開始。数多いサンリオキャラクターでも、バットという言葉が名前につく、異色の存在。サンリオ本社では一旦没となったが、子会社のサンリオピューローランドで登場させたところ人気を呼んだため、改めて正式展開された経緯がある。現在でも米国サンリオインクでは、キャラクターグッズ展開が続いている。 サンリオピューロランドの舞台作品への出演のほか、子供向け番組、キティズ・パラダイスシリーズでレギュラー出演していたこともあって、一般の知名度はそれなりにある。2006年バスケットボール世界選手権のマスコットキャラクターとなる。それに伴い2006年に日本での商品展開が久々に行われた。2010年代後半頃よりサンリオピューロランドの舞台作品に、 再び起用されるようになり、2020年には男の子キャラクターからなるキャラクターユニットハッピガン V とが結成され、そのメンバーの一人に起用され、商品展開が行われるなど目にする機会が増えている。2020年4月28日にはユートレジャーからバットバツマルの高額なプラチナ950聖ネックレスが発売された。1993年4月1日、 ハワイオアフ島生まれ、ゴージャスタウンに住んでいる。いたずら好きで、天の弱なペンギンの少年。悪役や不良行為少年の味方をするのが好き。一人称は、俺が多い。趣味は、悪役スターのプロマイドの収集で、好物は、銀座の高級なお寿司と、ポリパリラーメン。ツンツンと立った特徴的な髪型は毎日ドライヤーで、セットを欠かさない。 社長になることが将来の夢。パパはギャングのボスで、ママは長教育ママである。ポチという名のワニを飼っていて、時々ちょっかいを出しては手を噛まれたりする。妹にバッドツンコがいる。他にも双子の手前のバッドツインズがいる。ツンコは2001年、バッドバツマルがドクターのコスプレをしたシリーズ、バットバツマルドクターが発売された際に追加された。 キャラクターである。つんこは2005年、恋して、パッツン娘で歌手デビュー。また、バツマルとつんこのデュエット曲、ワルワルワルツも発表している。友達には、アザラシのグッド花丸とパンダの少女、イジュウインパンダバなどがいる。いちご新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞では1996年度で獲得した1位が、歴代最高である。 1991年より続いたポチャッコの6連覇がかかっており、それを阻止する形となった。1位を経験しているキャラクターでもあって、順位が明確にわかる範囲で20位圏外に陥落したことがない。2018年は総合順位は15位だが、アメリカでは2位を獲得した。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画である、これやります宣言で、 10位以内なら王様サイズで、俺様のソファーを作ってもらうと宣言していたが、最終結果は18位であったため実現には至らなかった。2014年は、一ち新聞紙面上での司会は、ダチョノスケに代わりこの年に限り、バットバツマルが務めた。この年の総合順位は、同じペンギンのキャラクターのタキシードサムに7票差の僅差で制した16位で、 対象を終えた、際の一言は、もちろん、俺様は、特別賞だろであった。2016年はキャラクターを撫でると一票が入る。撫でる投票が、初めて実施され、スマートフォン上に表示されたキャラクターを指で撫でる。ネットの撫でる投票は、撫で時間の長さで15位だが、これとは別に、サンリオピューローランドのイベントで、ライブキャラクターを実際に撫でる。リアル撫でる。 投票の結果では1位を獲得する快挙を達成した。2016年のキャラクター対象を終えた際、総合順位で1位を取れなかった理由は、サンリオショップにバツマルの商品が少ないからだと主張した。2020年はコロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ、思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったため、 サンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催されサンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果はバットバツマルは8位であったいちご新聞オリジナル企画でサブキャラコンテストが2016年より開催されている第1回のサブキャラコンテストではグッドマルと バットツンコがノミネートされ、グッド花丸が7位、バットツンコが26位にランクインされた。第2回のサブキャラコンテストでは、伊イ院ンパンダバとバットツインズがノミネートされ、伊イ院ンパンダバが17位、バットツインズが19位にランキングされた。第3回は、ポッチがノミネートされ、18位にランキングされた。第4回は、第1回第3回までの上位20。 キャラクター同士の決戦コンテストで、伊住院パンダバが7位、グッド花丸が14位、ポッチが24位、バッドツインズが52位にランキングされた。仕切り直しとなる、第5回のサブキャラコンテストでは、伊住院パンダバと、グッド花丸がノミネートされ、伊住院パンダバが11位、グッド花丸が12位にランキングされた。ユニー,コークーバッドバツマルと早期、 ありがとうございます。